ニマス J21265040 から814293は地球から約80.7光年離れた位置にある赤色矮星体育94869271を公転している太陽系外惑星または褐色矮星である。名称が長いためヤマス J2126 から8140やニマス J2126 と略されることが多い。 本校では以下、ニマス J2126 と表記する。ニマス J2126 は2009年にその存在が発見されたが、当時は褐色矮星か自由浮遊惑星だと思われていた。しかし、2016年1月にこの天体が約 6900AU 離れた位置にあるスペクトル型、M2 型の小さな構成、タイク94869271を、 約90万年で降転していることが確認された。現在、確認されている中では、構成からの距離と降転周期が最も長い天体であるとされている。降転周期があまりにも長すぎるため、ニマス J2126 は誕生以来、まだ50周ほどしか軌道を降転していないとされている。ニマス j 百二十六は、木星の一点六から十五倍の質量を持つ。 これは太陽系外惑星と褐色外星の境界線に位置する値である。スペクトル型は L3 型で、これは褐色外星に見られるスペクトルであり、表面温度も1800系と高温である。年齢が1000万から1億5000万年と推測されているため、形成時の余熱などが残っていると考えられる。ありがとうございます。